は今日は鍵盤ハーモニカワークショップにおいでいただきましてありがとうございます。今日の講師は富井翔先生です。はい、よろしくお願いします。ちょっと小さいお子さんたちにね、鍵盤ハーモニカを紹介するということで、今日は初回のワークショップなのでいろいろ不手際があるかと思いますけれど、よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、では早速、もちろんね、今保育園でもそして、小学校からもみんな使うと思うんですが、鍵盤ハーモニカでも、こうやってね、最近は大人の鍵盤ハーモニカっていうのもね、だいぶ全国でちょっとブームにはなってきました。学校で使ったもの改めてね、そして今からこれから学校で、あるいは保育園幼稚園で使う楽器をね、ちょっと触ってどんな楽器か、そして大人はもう一度改めて、あ、こういう楽器だったんだっていう再発見、子どもたちは新たな発見、大人たちは再発見のワークショップにできればと思っています。今目の前に楽譜がありますが、まだ使いません。はい、こんなの見るとドキドキしちゃうでしょ。今から楽譜読むのって思わない？ちょっとドキドキしちゃうね。今はいりません。読めちゃう。こんなのまだ読めないよね。今日読めるようになるからね。はい。ドドレミファのド。ドはドーナツのド。ドはどこにあるでしょうか。みんな楽器のところどこかどうか分かる？あ、貼ってあるね、バッチリだね。あ、バッチリバッチリ、そうですね、そこですね、そうですね、はい、もうグーですね。どんどん、はい、臨床してみましょう。ドレミファミレドと弾いたら2列目がスタート、ドレミファミレド、その次3列目、4列目、ではどんな合奏になるか楽しみです。1列目いくぞ、トップバッター1、2、3、はい。そう。そう。二列目。そうです。三列目いきますよ。三と、はい。三、はい。はい。こんにちは、長野板田俊と申します。はい、こんにちは。すいません、自己紹介お願いします。はい、申し遅れました。私、鍵盤ハーモニカ奏者の富井翔と申します。富井さん、はい、今、長野県は八代駅前の、ある2階に来ておりますけども、はい、ちくま未来の3の2階で、はい、今日はワークショップをですね、鍵盤ハーモニカのワークショップを、させていただきました。今終わりましたが、結構年齢が低い方々がたくさん集まっていただきましたね。うん、そうですね、初めてこれからまたね、小学校で使う、あるいは低学年で使ったけど高学年入って、どういうふうにやったらいいかななんてね、いろんなちょっと悩みやら相談やら、そういうのもあったと思うんですが、今日はそんな子どもたち、そして、昔懐かしいやったことあるなというね、大人たちも含めてみんな一堂会してね、開催してみました。今日は年齢制限特になかったんですよね。そうなんです。今日はもう全然なしで、皆さんね、一緒にできる楽器なんで。まあ、日頃こう見慣れてはいるんですけども、うん、改めてちょっとご紹介いただけますか。はい。まあ、よく学校で使われる、はい、まあ、これだったら幼稚園、保育園で使われている一番小さいモデルなんですけど、はい、まあ、鍵盤ハーモニカと言ってますけども、これヤマハが作りますとピアニカと言われて、また鈴木楽器が作りますとメロディオンっていうね、そういう違いがあるんですか。はい、これまたね、海外に行きますと、はい、これね、メロディカというまあ、ホーナーのね、といういわゆるハーモニカのメーカーが出してるんですけども、はい、そういう具合で、はいはいはい、大体この3つを言われていますね。
まあ、直接口で吹くっていうことで、はい、うん、まあ、ハーモニカの部類にあるんですよ。はい、そうなんですね。ハーモニカ族そのものなんですが、そこに鍵盤とハーモニカのコラボレーションですね、うん、でできたのがこの鍵盤ハーモニカと言っていいと思います。今日は、譜面を配って、はい、なんか難しくやるのかなと思ったら、うんうん、なんかなんとなく1時間過ぎちゃいましたよね。そうなんですね。まあ譜面を最初から譜面見るとね、ちょっと緊張しちゃうなっていう方もね、もうとにかく語学のように音を聞いて指を真似てっていうところから、まず親しんでいただくというところをね、体験していただくことによって、次譜面見た時にはさっき吹いたことがこう書いてあるんだなというね、再認識から入る方が実は音楽はいいんですね。なんかそのメロディオン、メロディオン、うん、にもなんか、はい、ここにも3つありますけども、はい、うん、何種類かあるっていうふうにお聞きしたんですけど、あ、そうですね、その辺どうでしょうか。はい、まあ、あの学校で使われているこういうプラスチックのモデル、はい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 、よく見かけるやつですね。見かけるやつですね。これはその中でも小さい25鍵盤、この上にまだ少し大きめの、ね、32鍵盤があって、もっと大きいのは37、今国内で一番大きいのは44鍵盤という、メロディオンがあります、うん、はい、そしてその、学校で使われなくなってしまった楽器、そういったものを今度再生していこうということで、今度はあの長野県の間伐材、千曲市の間伐材を使ったこういう、はいはい、木のモデルを今作る。これ全部千曲市の間伐材なんですか。はい、を使わせていただいてます。それはびっくり、はい、そうなんです。で、代表的なやつが何かあるってお聞きしたんですけども、はい、代表的なものですと、今日はねここにはないんですけども、はい、アンズの木で作ったもの、はいはいはい、もの、ちょうど古木をね、切ってしまってもう使われなくなるということなんで、うん、今度それを再利用しようということでアンズの木で作ったモデルなどあります。どういう違いがあるんでしょうか。はい、木の種類によってもちろん違うんですが、はい、杉など柔らかい、これですか、はい、なとかね、杉材などちょっと、ね、木材の少し柔らかめのやつですとやっぱり音色は柔らかくて、いわゆるチカナリという言いまして、はい、そばでよくなる楽器、まあ、あったかい音というといいかもわからないです。なるほど、はい、逆にアンズの木とか、はい、あるいは、タモですね、青玉とか白玉とか、身の詰まったクルミなんかもそうなんですが、硬い木ですと、バイオリンでいうとこのストラディバリと同じですよね、はい、硬い木であれば目が詰まっている木ですとより遠鳴りをするということでオーケストラに向いてるんですね。なるほど、はい、なんかきっかけがあったんですか、そういったものを使おうという。そうですね、もともと私も音楽活動で鍵盤ハーモニカでやろうと思った時にはもちろんこういう木の楽器はなかったもので、はいはいはい、市販のものを使っていたんですが、いろんな楽器でバンドの編成で演奏していきますと、ジャズの世界ですとトランペット、トロンボーン、サクソフォン、はいはい、あるいはそこにドラムが入ってくるとなった時になかなか音が、うん、いわゆる響きという、まあ、倍音って言ったりねするんですけども、この響きがやはり学校で使える教材として生まれた楽器なもので、楽器として生まれた楽器ではなかったもので、そこで、共鳴する響きという部分に関して、あの楽器として生まれた楽器、サックスやトランペットと合わせると、うん、あ、もう非力でなかなか、うん、あの合わなかったんですね。なるほど。そこでなんとかよりその共鳴のする楽器はないかということで、それから研究を始めて、もう15年ですね、作り出して、はい、やっております。なんか千曲市とはすごくこう、うん、ゆかりがあるというふうにお聞きしたんですけども、はい、そうですね、もう、私出身は神戸なんですけども、この、はい、神戸と千曲で、まあ、ずっとこうやって音楽活動している中で、実はもう千曲と神戸、でもう18年、こうして千曲に通っているんですけども、今は千曲の鍵盤ハーモニカオーケストラの、ね、教室をこちらでやっていまして、もう11年目、になります。観光大使も、そうですね、昨年まで5年間、千曲市の観光大使を務めさせていただきました。そして今年からは新たに、はいはい、音楽親善大使として、これからまた千曲市中にね、あの音楽の花を咲かせていけたらなと思っています。そのスタートとして今回、うん、はい、鍵盤ハーモニカワークショップとしてスタートしたわけでしょうか。はい、そうですね、はい、もう皆さんに楽しんでいただければと思いまして。どうでしたか、今日は、今日の感想は。はい、そうですね、やっぱりあの音楽の力というか、まあ、鍵盤ハーモニカっていうのは
とにかく音が出るまでのプロセスは随分優しいもので、なので老若男女を皆さんね揃ってできるっていうところ、そして音を出すっていうこの音楽の力ですね、だんだんそれが揃ってくるとなんかワクワクしてくるんですね。で気がつくともう1時間以上を皆さん集中して気がつけばそんなアンサンブルまでねできてしまったっていうところで本当に私もワクワク楽しかったです。そして昨日も、アンズの祭りですかね、はい、アンズ祭り、はい、ライブされたとお聞きしたんですけども、はい、毎年この時期になりますとアンズ祭りといえば、千曲の、もう一大イベントですけどもね、ここ2、3年がなかなかうまく開催できなかったんですが、はい、ようやくここへ来て、もう春が帰ってきたという感じですね。まあ、たくさんの人たちが見えてましたけども、はいはい、そこでライブ、はい、やったんですよね。そうですね、はい、もうアンズの木の下でねこうして音を出せるっていうのはこれまた風情がありまして、皆さんに楽しんでいただけたと思うんですけども、私たちもなんていうのかなこういう自然の中でね、満開のアンズの下で演奏できて本当に楽しかったです。今後はどんな風にこう、はい、やっていこうと思ってるんでしょうか。自分のもちろん音楽活動はもちろんプライベートの音楽活動はもちろんしてるんですけども、はい、それ以外に先ほどにもご紹介しましたようにこの鍵盤ハーモニカオーケストラ、はい、できれば捨てる楽器ではなくて、はい、これからまた大人がに見直される音楽界に見直される楽器として、広めていけたらなと思ってオーケストラをですね、今全国鍵盤ハーモニカオーケストラというのを立ち上げまして、うん、はい、千曲市、長野市、そして和歌山、岡山などで、たくさんのチームと一緒に合同に、年1回のコンサートを今させていただいています。うん、いや、うちにも本当にこれ転がってます。はい、ぜひぜひ、使っていただけたらと思います。月に2回ほど何か告知があるということですか。はいはい、そうですね、月に2回千曲市では千曲市と長野市の方で、はい、教室をやっておりますのでぜひぜひまた見学にいらしてください。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。では大人の鍵盤ハーモニカやってみたいと思います。